お笑いタレントの明石家さんまが、7月7日に放送された MBS ラジオの番組、ヤングタウン土曜日、毎週土曜22時チルダ、で、今日14日に放送され、出川哲朗の充電させてもらえませんか ?2 時間半 SP、18時30分チルダ、で34年ぶりにテレビ東京の番組に出演することになった経緯を明かした。明石家さんま1981から1984まで年に放送されたサタデーナイトショー以来34年ぶりのテレビ東京出演。さんまはそのいきさつについて TBS の特番さんま玉緒の夢叶えだろうかスペシャルで出川が僕の夢はさんまさんに充電させてもらえませんか、いててもらうことですと夢を語り、出川の頼みやったら別にええよ、とさんまが快諾したことから出演することになったと説明した。そして、俺の番組来たら頑張ってくれたり、何かあればメールで褒めてくれたり、いろいろしてくれて、うんですよ、と出川について語り、それで、出川の番組やったらええで、って言うて、とさんま。だが、テレビ東京って知らなかったんです。出川が番組やってます。はじめました。俺は、ええよ、って言うた、テレビ東京さんだったんですね。それ知らずに、とテレビ東京だとは知らなかったという。また、同局のプロデューサーからずっといろんな企画を提案されていたことを打ち明け、どういう形でカムバックするのがいいのかな、って話していた矢先に、とちょうどいいタイミングだったそう。江川はすっごい喜んでくれたからね。これで出川の夢が一つ叶えることができたっていうのはありがたい。今回こういう形で出れたのは出川のおかげ、と話した。さらに、フジテレビの、27時間テレビのコーナー、ラブメイト10で、さんまが街で見かけた一般女性を出川が何日もかけて必死に探してくれたというエピソードも明かし、俺のためにずっと、そんなことまで過去、あいつ俺に対してやってくれてるんですよ。そんな彼のお願い、どんなお願いでも聞くのが人の道っていうもんやろうから、今回こういうことになった、と語った。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。